おはようございます。この前の動画で、3次元ブロック崩しを作ったのですが、難しすぎて私にはクリアできませんでした。そこで今回は、これを人工知能さんにクリアしてもらいたいという内容です。では、人工知能の鍛え方を説明します。パドルに AI を搭載し、動いてもらいますが、AI は球の速度ベクトルと自分から見た球の座標が常にわかります。さらに、各ブロックが壊れているか、壊れていないかがわかります。これを参考に AI は動き、その結果ブロックを一つ壊すごとに報酬を少し受け取ります。この報酬をたくさんもらえるように AI さんは頑張ります。でも、失敗したり時間が経つごとに罰ももらいます。繰り返し練習するのですが、実際は効率化のために複数で練習して知見を共有し、さらに数十倍速で学習します。よく、ナルトの影分身みたいなコメントが来ますが、ナルトは見たことがないのでわかりません。そんな感じで練習を続けると、徐々に上手くなってきます。でもまだ下手くそです。すいません、邪魔でしたね。弾は追いかけて、少しずつ打ち返せるようになってますが、すぐ失敗します。失敗。失敗、ということで、まだ学習頑張ってもらいます。そしてそして、最終的に学習が完了した人工知能さんがこちらです。お、天才なのか、早速、弾をブロックの後ろ側に打ち返しましたね。こうした方が効率よく、ブロックを壊せることにも気づいてしまったのか。それにしても打ち返すのもうまいですね。弾の当てどころもうまいのか、しっかり弾が前に飛んでいきます。このまま見ていきましょう。クリアまですることができるのか。早送りしましょう。こうして見てみると、左右が先に壊れていますね。ブロックの後ろ側に弾を送ろうと努力した結果でしょうか。面白いです。カメラワークが下手くそですいません。私も学習したいです。いい感じにブロックが減ってきましたね。ちなみにブロックは全部で245個もあります。さあ、あと10個です。おっと、なんとここで失敗。リプレイを見てみましょう。弾が横に行ってしまいましたね。残念。まあでも、結構うまい AI を作成することはできたと思います。しかし、ちょっとこの AI、かっこ悪いです。なぜかというと、見てくださいこの、落ち着きのなさ、常にプルプルして、焦っているように見えます。インテリジェンスじゃないですね。これを改善するにはどうすればよいでしょうか。そうですね、プルプルすることが悪いと教えてあげましょう。ただ、褒めて伸ばした方が成長しやすいです。なので、じっとしている時間、報酬をあげます。犬で言うと、待て、の練習ですね。そうやって練習させた人工知能も作りましたので、今から見ていきましょう。さあ、始まりました。おお、しっかりと止まっていますね。弾が帰ってきた時だけ、打ち返しに動いています。クールになりました。あれ？弾がほぼ真横に跳ね返ってしまいました。ちょっとずつ前には進んでいるので大丈夫ですが、これはもしかして、じっとしているとご褒美がもらえるので、弾の進みを遅くしてその間、じっとして報酬を稼ごうという考えでしょうか。ずる賢くて困ります。でも可愛くて愛着が湧きますね。
慎重に狙っていますね。うまい。今回もパラメータの調整が大変でしたが、良い結果を得られたと思います。では、この子はクリアできるのか見ていきましょう。順調にブロックを壊していきます。あ、そういえば私、Twitter やってますので。おっと AI さん、油断しましたね。動き始めるのが遅くて間に合っていません。何事も油断大敵ですね。